今日も一緒に頑張れ。はい、どうもレインです。よろしくお願いします。今日はなんと朝起きたら雨が降っていました。はじめましての方、はじめまして。私の名前はレインと申します。なぜレインかというと、一番好きな天気が雨だからです。そんな感じでね、雨大好きなんで、もう雨降ってるだけでね、今から外に出かけたいぐらいテンション上がってるんですけど、今日はちょっとあえてね、家の中で引きこもって雨を楽しみながら過ごしたいと思います。なんでね、引きこもるかというと、もう単純にね、もう今日アマゾンで届くものが2つあるから、もう受け取りたいから、今日絶対ちょっと引きこもりながらね、それを待ちつつね、楽しみたいと思います。まあ、要は雨大好き女子の雨の日の楽しみ方の過ごし方、引きこもりバージョンです。それではやっていきましょう。レッツスタート。リップを返すよ。ちょっとね、今部屋何にも電気つけず薄暗いと思うんやけどね、まあ、これがいい感じにね、これもね、ちょっといい感じに雨を楽しむ雰囲気作りっていうね、ことなんですよね。そういうことなんですよね。行ってきます。こんにちは。車に来ました。もう私、雨大好き女としてね、一番にね、ちょっと雨の日の過ごし方でおすすめしたいのが、車の中で過ごしてみることなのです。車の中ってね、車庫とかに入れてない限り、あれなんですよ、前髪ね、これ車庫とかに入れてない限りね、半外みたいな感じだと思うのよ。だからね、こうやってね、車内で天井に雨が打ち付ける音とか、外の雨の雰囲気を感じながら過ごすのよ。これが最高に楽しいんだけど、理解されたことはあんまりないです。聞こえるかな、いい感じに雨の音がしているよ。まあ、これはね、結構かなりマニアックに雨が好きな人のね、おすすめの過ごし方でございますよ。ピカチュ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 ピカピカピカチュピカチュピカピカピカチュピカチュピカ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 。そうそう、戻ろう。ああ、外がより暗くなってきた。ちなみにね、このマフラーの巻き方はですね、よくチャリ通の女子高生がしている後ろでギュッて結ぶタイプのやつをしています。そんな感じでね、まあこたつに戻ってきたわけなんですけども、ちなみにこたつはついてないんですけど、いやマジこんな日はね、味噌丼とか買ってきて優雅に食べたい気分なんやけど、何せちょっと私ちょっとダイエットしたいなと思ってるから、ちょっとドーナツ控えんと応援なと思っとる所存であります。前も動画で言ったけどね、この味噌丼の今発売しとるね、ピエールエルメのシリーズめっちゃうまいのよ。このね、チョコのやつとこのピンクのやつがめちゃくちゃ美味しいの。マジすごいよね、ピエールエルメさんだよ。ほんとすごくない、ピエールエルメさん。まあ、なのでちょっとまあやらなきゃいけない用事とか楽しみながらやっちゃう。そうね、雨の日はね、やらなきゃいけない用事も、外が雨ってだけですごくテンション上がって楽しくなっちゃう。よっこらしゃい、らっしゃい。ちょっとまたね、型紙引こっかな。作るものがあるんやけどね、まあ私結構時間がかかっちゃうのでね、早めに何事もやっておこう。でも YouTube でさ、こういうなんか絶対さ、こういう型紙引いとる風景とかないやん。あるかもしれんけど、こんなさ、ないやん。なんかちょっとレア映像なんじゃない、みんなにとっても。実はレアですよ、皆さん。くれえな、なんか部屋電気つけよう。パン。今日さ、アマゾンで何をね頼んだかというとね、漫画を生き返したんですよね。最近ね、話題の鬼滅の刃にね、すっかりハマってしまって、漫画をね、アマゾンで生き返したわけなんやけど、それがね、早く届かんかなって今待っとる状態です。なんかね、バラバラに届いとって、今なんか15、16、17、18巻だけ家にある状態で、や早く1から14巻をって思って、多分ね、今日それ届くんで心待ちにしております。久々にさ、こういう、久々というかもう初めてかもしれん、こんな漫画生きがいするのは。わぁ、びっくりした。何で、鬼滅のさ、なんか服とかもなんか作ってみたいなと思って、それこそね、鬼殺隊の彩色とかね、すっごいなんかちょっと私からしたらってすっごい失礼な言い方だけど、意外となんか作りやすそうなデザインだなと思って。じゃし、他のなんか羽織とかも作れそうなものは作れそうなものとかあるから、あれです、もしね、鬼滅の刃を知ってて好きな視聴者さん、今見てる視聴者さんがいましたらね、
もし私が鬼滅キャラの衣装を何か作るんだったら何作ってほしいかっていうのをね、コメントで教えてください。私はいつも皆さんを頼っています。皆さんのコメントをもとにね、いつもいろいろと考えておりますので、よろしくお願いいたします。ああ、はかどる、はかどるがしかし、お腹が空いたね。腹が減っては戦はできんので、ご飯にしよう。ああ、もうこの子が脱出してしまいましたね。脱出したのに自分で入れんくなると困ってますね、もう。はい、というわけでお昼ご飯タイム。昨日の残り物をフライパンに1個にまとめたやつと玉ねぎスープです。これは野菜をちょっと煮たやつと鮭のムニエルとウインナーとご飯、いただきます。うんうん、まあバカ美味しい。あ、スープうま、あったまる。今暖房何にもつけてないんですっごいあったまる。アマゾン全然届かんな。不在とか来てないよね。来てなかった。ごちそうさまでした。スープ飲むとあれやね、お腹いっぱいになるね。スープいいぞ。よいしょ。なんだかとっても今日は寒いので、ホットココア豆乳ココアを作ろう。雨の日に飲むホットココア、牛乳、豆乳は最高だな。私ね、ちっちゃい頃ココアじゃない、豆乳苦手だったの。意味わからん味するなと思って、でも最近なんか飲んだら美味しいと思って、なんか味付いてないやつでも飲めるようになった。前はほんと味付いてるやつが好きだったな、さつまいも味とか。ちょっと作り方はわかんないけど適当に作ります。どこへも行けそうだよ、あなた。でれれ、本降りになってきた。いいね、雨降ってきたよ、雨めっちゃ降ってきたよ、いいね。ほんとこれ雨好きあるあるなんやけど、雨がめっちゃもうザーって降ってきたらめっちゃテンション上がるの。やべえ、テンション上がってきた。ふぅ、はい、入れます。あ、もう見せようと頭こぼすわ。よし、レンチンしてこよう。ものすごダマになるんじゃけど、これ正解なんじゃろうか。ちょっとものすごダマ量るよ。おべん、こんなおべんやさん。ココアダマ、あー、最初に練っとくといいね、少量のあれで。了解、時すでに遅し。あー、おいしい。あ、苦っ。超ダマっとる。雨の日のパソコンはいいですな。お母さん帰ってきた。おかえり。作業しようとけん散らかしとるだけやと怒らんで。そうだな、手で乾かせよ。うん、で作業しようとかできんかったんじゃ。よいしょ。まあ、雨じゃけんなんか掃除のやる気も出てきたわ。雨ってすごいね。こんなもん東京行ってからずっと放置しとったキャリーバッグも雨っていう理由だけで片付けれるんじゃけど、それぐらいね、雨って人によってはすごい絶大な効果を発揮するっていうね、素晴らしい自然現象だと思うよね。もちろん降りすぎて災害が起こるレベルの雨はもちろんね、私も好きじゃないけど、こういうね、たまに降る雨はすっごい好きです。そもそもね、岡山ってね、一番ね、全国の中で雨が少ない県って言われてて、晴れの国岡山って言われてるぐらいね、雨が少ないんよ。まあ、晴れの国に住んでおきながらね、雨が好きっていうね、ちょっと私はもう超絶矛盾女なんですけど、もう岡山の矛盾なんですけど。なんかさ、忘れとるかもしれんけど、アマゾン全然届かん。おかしいな、もう夕方になりそうなのに、いつも朝一ぐらいで届くのに。私はこの動画を、漫画が届いて、じゃあこれから漫画めっちゃ読みますみたいな感じで終わりたかったよ。計画が崩れた。崩れた。はい、というわけでね、この動画の編集中にね、アマゾンがもし届いたら、もう最後にね、アマゾン届きましたっていうテロップを入れます。届かなかったら届かなかったっていうテロップを入れますのでね、今から予想しとってください。はい、というわけでね、もう引きこもった分ね、やらなきゃいけないこともこれからあるのでね、もう今日の雨の日の楽しみ方はこれで閉じたいと思います。
今度はがっつり雨降っとる日に出かけるアウトドアのことをしたいです。だがしかし岡山全然雨降らないから結構先になりそうです。はい、というわけでね、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に Twitter と Instagram のアカウントをリンクも貼ってますのでぜひフォローお願いいたします。というわけで今日の動画は終わりです。お疲れん、ありがとうございました。